出てんけど、ラジオ俺かけてるんですよ、それ。うん、あ、これかけ。だから、俺かけ。これもそもそもなんかカモトライダーって後になんか割れてるのが見つかって、ちょっ
っともう痛むからやめようかみたいな話になって前はダメだよ、ここのだから今使ってるのこのミドルとあれでだからこれがもう一回やるらじゃない必要必要ってないこれはね、使えばないからすぐに中の下がっちゃうんで使えばないからあとはミドルやな、あそこにまだ似た暗闇したなるほど、ね、これも一応ベッド張ってはあるけども 幅の広いテープやし、もうゴンがゆるゆるやからもうハンモックみたいしかな多分あっちも同様だ睨まれたねそのベッドとバネ持っていけばうん、だからフレーム自体はだからこれも含めるとミドルは1、2、3、4、5台急にこう見てその辺は出したことないからあのフレームを歪んでないかとか知らんけどな多分そんなにひどいことにはなってないと思うフレームそのものはいっぱいあるんだけど突っ込まれた時に睨むんかなと思ったらバリエーションバリエーション叩かれて、お前みんな叩かれてないですよって言冷たいな。
あら、破けたら乗ってね。破けた。破けた乗って。これ結構丈夫や。これ最近これじゃん。これ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 。まあでもこれも破れたんじゃなくて、ほころびてるだけやからね、やっぱ直せるもん。しかもこれ結構、どっちかというと丈夫な方ですよ。あー、足が。あ、飛ぶ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 、まあさっきのやろか。これが揺れてるから壊れても膝落ち。だいぶも柔らかくなって。全然違う。はい。高いいっぱいだと。いや、やめてた。まあ、こっから飛び降りたらすごい。あ、ごめんって。だって私、こういうのうまく避けれないから、ささみ。高いね。いや。じゃあ、お願いします。逆に怖い。マットが、マットの下で合ってる。ちょっと、あの、全然嫌です。